契約内容の確認方法。今使っている製品の有効期限はいつまでだったろうと気になったことはありませんか？有効期限はいつまでだったっけ？本動画ではご契約中の製品の有効期限を確認する方法をご案内いたします。確認手順。事前に行うこと。マイアカウントへのログイン。契約内容を確認する方法。事前に行うこと。事前に準備するもの。マカフィーへご登録いただいたメールアドレスとパスワードが必要です。もしパスワードをお忘れの場合は、ログインページのパスワードを忘れた場合からパスワードの再設定を行ってください。マイアカウントへのログイン。マイアカウントには各種ウェブブラウザーからアクセスすることができます。マイクロソフトエッジ、Google Chrome、Firefox などのウェブブラウザを起動して以下のページを開きます。これから表示する画面はパソコンのウェブブラウザー Edge を使用しています。スマートフォンやタブレットでは一部レイアウトが異なる場合がございますので、ご了承ください。マカフィーのホームページを開いたら、ログインをクリックします。マカフィーアカウントへご登録のメールアドレスを入力します。続けてパスワードを入力します。最後にサインインをクリックします。この画面が出たらログイン完了です。契約内容を確認する方法。マイアカウントにログインしたら契約の確認を行います。契約という名称のカードをクリックします。現在契約中の内容が表示されます。製品名、有効期限と複数の契約を同時確認できます。期限切れの契約を表示をクリックすると、すでに終了したご契約内容を確認することもできます。ログインがうまくいかない場合、はサポートセンターまでお問い合わせください。サポートセンターへのお問い合わせについては、本動画の概要欄をご確認ください。